にちは。あ、こんにちは。縄跳びすごいですね。ありがとうございます。ランニングアドバイザーの港と申します。あ、はじめまして、縄跳びパフォーマーの黒野と申します。縄跳び教えてもらってもいいですか？はい、ぜひ縄跳びやりましょう。はい、私も。あ、持ってます。素晴らしい。まずは黒野さんのすご技を見せてもらいましょう。どうぞ。いきます。はい、こんな感じです。黒野さん、ありがとうございます。ありがとうございます。縄跳びって今人気でおすすめしたいスポーツなんですよね？そうですね、やっぱりこのコロナ時期で結構こう人と会えなかったりとか、なかなかこう大人数で運動するっていうのが難しい中で、縄跳びってやっぱり本当に一人でも、もう本当場所とかもどこでもできますし、縄一本あればできるので、もう本当にここやっぱ数年すごく流行ってきてるなっては感じています。縄跳びの魅力ってどんなところなんですか？2つあって、こう1個はやっぱりこう体力がつく、とにかくたくさん跳ぶので、まあ、体力向上につながるっていうのがあって、でもう1個は実は縄跳びって跳ぶだけじゃなくて、結構人に見せる技、跳ばなくても人に見せられる技がたくさんあるので、まあ、そういったこう自分の知らない世界が知れるっていうところがすごく縄跳びの魅力かなと思います。今日はちょっとあのもちろん飛んでももらいたいですし、はい、あとはそういうちょっと変わった技とか、はい、知らない世界をぜひ体感していただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。皆さんも一緒に飛んでみましょう。まずあのランナーの方とかで、はい、あの縄跳びでちょっと体力をつけていこうっていう方とか、はい、いらっしゃると思うんですけど、はい、そういった時のおすすめの跳び方と、はい、練習の仕方ってどういったものがありますか？やっぱりまずは前跳びをとにかくたくさん飛んでほしいので、ちょっとせっかくなので一緒にやってみますか、はい、前跳びなので本当に両足でこうジャンプする感じ。あ、でもめちゃくちゃうまいですね。あ、本当ですか、はい、やった、はい、なんかもしこうやって2人とかでできるんだったら、はい、ちょっとペースを合わせて、今ペース一緒じゃないですか、はい、ジャンプ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 、ちょっとそしたらゆっくりめに、僕のペースに合わせられますか？ゆっくりめに。あ、ゆっくりだとちょっと足に来ます。はい、足に来ますよね。今度逆に早く早く早く、はい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 、はい、あ、いいですね。はい、 OK です。あ、でも結構疲れます。今って多分全部で100回から150回ぐらい、100回ぐらいですかね、飛んだのが、はい、だと思うんですけど、結構それでもしんどいですよね。そうですね、なんかあの、はい、ゆっくり飛んだ時はちょっとこの辺疲れて、はいはい、早く飛んだこの辺疲れてっていう感じがしました。あ、そうですよね、そうですよね。ゆっくり飛ぶ方が一回一回着地もしっかりしますし、はい、しっかりジャンプをしないといけないので、はい、やっぱりふくらはぎとか結構これだけでもきますね。まずは前跳びを100回、はい、で、まあ、ちょっとインターバルを置いて、まあ、それをなんか3セットとか、はい、まあ、できる人は5セットとか、はい、あのやってみたらいいかなと思います。ちょっといろいろやってみましょうか、はい、例えばもう駆け足跳び、まあ、片足ずつ駆け足跳び、はい、あ、いいですね、はい、実は駆け足跳びの方が右と左に体重が分散されるので、はい、結構楽に跳べるんですね。うん、確かに、はいはい、ありがとうございます。長く続けたい方は、まあ、はい、初めは駆け足でどれだけ続けられるかやってみるといいってこと。そうですね、そうですね、はい、ちょっと息が上がってきました。あ、心拍数ですか？心拍今見てます。縄跳びの特徴って短時間で高強度って言われてるので、なんか本当に陸上でいうと 100m みたいな、はい、全力みたいな、ずっとこう前跳びだけだとやっぱり飽きちゃうので、はい、まあ、例えばあや跳びとかもなんかやられたことあります？あや跳びすごい久しぶりにやるわ、はい、ちょっとやりづらい。あ、でもめちゃめちゃうまいですね。そのままあと交差跳び、交差跳びとかも久しぶりすぎた。あ、めちゃめちゃうまい。ありがとうございます。二重跳びも本当に1回ジャンプしてる間に手2回回さないといけないですし、ちょっとジャンプも高くないといけないですし、もう手も足もすごく使う跳び方なので、あの練習メニューにはうってつけな飛び方です。ちょっと見ていきます。いや、めちゃめちゃうまいですね。やった、ありがとうございます、はい、全然大丈夫なんですけど、二重跳びってポイントが、まあ、2つ今自分は言ってるのがあって、はい、1個目がジャンプの仕方
なんですけど、まあ、できる人はもう何でも大丈夫なんですけど、ちょっと難しいなって人は膝は曲げてジャンプした方が高く飛べるんですよ。はい、で小学校とかでよくあるのって二重跳びで膝がこう前に伸びてる人って高くも飛べないですし、足が前に伸びてると前で縄が引っかかっちゃうんですよ。わかりやすい。こういう感じで、はい、なのでジャンプは膝をしっかり曲げる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 と30も、おお、まあ最後40も、おおみたいな感じでどんどんつながっていくが1個目のポイント、はい、もう1個が手の回し方なんですけど、はい、手はなるべく手首だけで回すようにしてるんですよ。でこれもやっぱり小学校とか行くと最初って前跳びって肩からこう大きくこうやって回してるんですけど、はい、できるようになってくるともう肩固定して肘で、できるようになると肘も固定して手首手首手首でぐるんぐるん回すっていうよりかは親指結構上に立てて上から下に落とすっていうイメージで、はい、ぐるん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 って回すんではなくて落とす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 、あ、そうですね、今かれこれ10分ぐらいですけど、はい、結構飛びますよね。そうですね、はい、結構確かにこれでもしんどくないですか。はい、はい、10分が結構20分ぐらいに、はい、感じられるぐらいです。なのでなんかもう普通に10分間飛ぶのだけでも体力向上になりますし、はい、ただやっぱり10分同じ飽び方するので結構疲れるので、うん、し飽きてしまうので、まあ、今みたいに両足飛びやって、はい、駆け足飛びやってなんかちょっとあや飛びやって、はい、二重飛びやってちょっと休憩しながらその次にもチャレンジしてみようかな、うん、みたいなこういろんな技やってると、まあ、勝手にこう体力はついてくるかなと。そうですね、思います。はい、楽しく体力が受けられますね。良かったです。すごい、はい、縄跳びの競技の中ではまあ、リリースって呼ばれる飛びながらくるくるくるってと一緒にやってみたいなと思います。はい、はい、一個手置いといてください。縄離してください。はい、で、このまま内側に、まあ、右手だったら内回し、左手も一緒ですね。内回しに最初はこう大きくゆっくりぐるんぐるんと縄の真ん中に力を感じて、はい、回していきます。あ、でもいいですね、いいですね。縄の真ん中に力感じられたらちょっとずつ速くします。だんだん速くしていくと浮きます。ええ、あ、ちょっと浮いてきましたね。あ、でもすごい、あ、素晴らしい。速さがまだ足りなくて、あ、うん、めっちゃうまい。これでも早すぎて、はい、見えない。もう一個は、縄跳びのポーズを一つ教えたいです。はい、決められたらかっこいいやつ。まあ、本当に飛んでそのまま終わりではなくて一番簡単なのは V 字止めっていう、あや跳びから V 字止め、あや跳びから V 字止め、あ、いいですね。あとは二重跳びから V 字止め、あ、二重跳び、二重跳びしてから止められない。いいですね。はい、なんかそれだけでもすごく絵になりますし、はい、もう一個やってほしいのは二重跳びからバッテンを作ってほしいです。どうやってやるんですか。はい、もう最初は見てください。はい、ここからバッテンを作ります。最初は本当にバッテンを作って自分の上の方の手を引っ張って真ん中に入れる、はい、で横に引っ張る、はい、それをこの状態バッテンをする状態の時にもう入れてます。一回バッテンからもう持ってきて入れてます。あ、そんな感じです。あ、一緒にせっかくなので、はい、前跳びを3回飛んで、はい、二重跳びを3回飛んで、はい、最後にバッテンのポーズクロスフリーズを、はい、作りたいなと。それを同じタイミングでやりたいんですけど、スタートって言ったら1、2、3、1、2、3ポーズ、いっせーので1、2、3ジャンプジャンプジャンプ
ミオさん、もう一回行きましょう。はい、もう一回行きましょう。せーので、1、2、3、20、20、20、おお、どうですか、どうですか、 OK ですか。まあなんかこういう、はい、本当にもし例えば2人とか3人とかでやるんだったら、はい、ずっとあのお互い飛んでるだけじゃなくて、ね、最後に一緒にポーズでもみたいなことやってたら結構楽しく、楽しいです。まあ、ただ結構飛びますけどね。楽しいけど結構ドキドキする感じ、はい、あ、ドキドキします、はい、こんな楽しみ方もあります、はい、という感じでございます。すごい楽しい、はい、いろいろな技を教えていただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日はこの2人とも CWX のジェネレーターモデルクールタイプというタイツを履いて縄跳びをしていました。実は縄跳びパフォーマーの黒野さんは CWX で働いていらっしゃいます。はい、そうなんです。今日このタイツを履きながら、まあ、大体1時間ぐらい縄跳びを一緒にやったと思うんですけど、はい、なんか履いてない時よりもすごい跳びやすいなっていう感じがしましたで、なんかあの1年ぐらい前に私が縄跳びハマってた時って、はい、ちょっと飛ぶたびにこの辺りとか、はい、この辺りとかがちょっと揺れるなっていう感じが気になってたんですけど、そういったこともなくて、はい、すごい快適に、しかも今1時間ぐらい飛んだんですけど、あんまり疲労感がなく、あ、はい、縄跳びを楽しめたなって思います。ありがとうございます、よかったですこの CWX のタイツのポイントを教えていただいてもよろしいですか。はい、実は今縄跳びパフォーマーとしてもやってるんですけど、あの CWX というブランドで、まあ、商品をこう作ったりだとか、あとはこう戦略を練ったりだとかっていう仕事をしています。で、 CWX のタイツ、まずあのランナーの方とかって結構タイツ履かれたりとかすると思うんですけど、うん、はい、まあ、いろんなタイツがある中で CWX のタイツって一番の特徴っていうのはやっぱりサポートなんですね。で、こう膝とかも見てもらうと思うんですけど、まあ、テーピングの原理を応用したこう生地がこう伸びやすいところと伸びにくいところで分かれているので、うん、ここでこう膝の周りとかを伸びにくいところを使ってサポートしているような、まあ、こういったところがすごく特徴になります。今日あの履いているのは、まあ、ジェネレーターモデルといって、はい、CWX の中にもいろんなモデルがあるんですけど、ジェネレーターモデルは、まあ、膝、あとは見えないですけど、やっぱ股関節とか腰とかお尻とか、もう本当にフルガードって言われる、うん、全部こうサポートしてくれるようなタイツになっているので、はい、まあ、結構走ったりだとか、まあ、今日も実際縄跳びやられてみて、まずやっぱり股関節しっかり安定させてくれて、まあ、動きやすいような感じにはなってるかなと思います。あとは今日今履かれてるのってこのクールタイプってやつなんですけど、はい、どうですか、履いてなんか運動してみて。タイツ履いてるから暑いのかなと思いきや、このクールタイプ履いてることで、はい、なんかこの風を感じられたりとかして、はい、すごくサラサラとして、はい、運動にぴったりだなと思いました。夏ってどうしてもタイツって暑いとかってイメージがあると思うんですけど、はい、まあ、CWX の中には夏用に、まあ、やっぱりこうメッシュでできているこうクールタイプのようなものがあって、本当にこう風を通すので快適性もすごくいいですし、まあ、あとはこのタイツ自体は、UV カット 90% 以上の効果もついているので、あ、まあ、例えば、ね、はい、今日みたいに日が強い時でも心配なくできるかなというふうに思います。日差しを気にして半ズボンとかじゃなくて長ズボンとかで運動されてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、そういう長ズボンとかって汗でペタって張り付いちゃったりして不快な感じがするかなと思うんですけど、はい、タイツだったらその不快感もないなって、はい、今日暑い中運動していて思いました。ではせっかくなのでこの縄跳びチャンピオンの黒野さんに私から聞きたいことを質問したいと思います。黒野さんって、はい、縄跳びはどうして始めようと思ったんですか。大学に行った時にたまたま部活ではなくて、そこの大学に行った市のクラブチームが、はい、あったんですね。縄跳びをやっている、うん、本当に小学生とか中学生がいる、その子たちが大学でパフォーマンスをしに来てくれて、まあ、それを見たのがきっかけでしたね。なので、まあ、結構縄跳び自体は好きだったんですけれど、はい、自分の知らない技とかが本当小中学生がやってるのを見て、あ、こんな世界もあるんだと思ってこれだと思いました、うん、縄跳びチャンピオンってどんな大会でチャンピオンになられたのか教えていただけますか。はいはい、縄跳びって実は種目があって3種目あるんですよ、うん、で、1個目が30秒スピード、
もう30秒で何回飛べますかっていう回数ですね、はい、で2個目が3分スピード、はい、もうこれは本当に3分で何回飛べますかっていう結構時系的な100メートルと800メートルみたいなそんな感じですね30秒と3分なんで400メートルと1500みたいな、はい、もうそんな感じ の、はいまあ、これは本当に回数の種目で、あとはフリースタイルって言って結構音楽に合わせながら最初にちょっとパフォーマンスをしたようにいろんな技をやる、うんはい、でそれはまあフィギュアスケートみたいな形で技点だとか構成点だとかがある、まあ、フリースタイルっていう、まあ、この3つの総合でこう大会が行われるような感じですね、はい、働きながらそのトップを目指すっていうのがどういった風にやられてるのかなっていうところが私一番気になってたんですけど、はい、本当に平日は朝9時から夕方まではもう仕事をして、はい、で仕事が終わったら自分のトレーニングの時間を2時間ぐらい作ってもう、はい、休日はもうがっつり練習練習って感じで、がっつり練習って何時間ぐらい1日やれるんですか？そうですね、まあでも5時間ぐらいですかね。5時間やると結構しんどいです、はい、5時間ってすごいと思います。私あのランナーって1日練習 したとしても30キロ走だったらスピードによると思いますけど、はい、3時間とか4時間とかで、はい、終わっちゃったりするんですけど、それよりも長い時間ずっと飛んでるっていう風に思うとすごいなって思います。そうですね、まあ、でもいろんなメニューがあるので、はい、やっぱ5時間ずっとは飛べないので、まあ、ウォーミングアップして本当にこう10秒バーって飛ぶのをインターバルみたいなのにやったりだとか、ちょっとこうゆっくりなリズムで音楽に合わせながら長く飛ぶとかっていうようないろんな練習がありますね。ずっと縄跳びをやってきてる中で必要な力とか上手くなるポイントって教えていただけますか？はい、なんか本当に縄跳びって力ってどこって言われたらもう全部って答えてしまうんですけど、やっぱりまずは飛ぶので足使いますし、で回すのでやっぱ腕も使いますし、前跳びとか綾跳びとかいろんな技やるので、まあ体のバランスを重視しますし、そうするとやっぱ体幹とかずっと締めとかなきゃいけないとかあって、もう本当に手から足から体の中心部まで全部勝手についてきます。なんで全部必要な力ですという形ですね。なんかここを良くしたいと思ったら自然と何だろう、体幹を鍛えようって思ったりできるし、はい、いろんなところの向上するきっかけになるのかなって聞いてて思いました。はいはい、なると思います。で、まあ、あと上手くなるポイントのところは、はい、まあ、本当に縄跳び一番基本な技ってやっぱり前跳びなので、前跳びがいかにうまくできるかで、その後の技のうまさが全然変わってくるなと思いますね。なんで、今日最初の方に二重跳びのポイントとか言いましたけど、はい、やっぱりしっかりこう跳ぶときは膝を曲げて跳ぶだとか、まあ、あとは手首を使って回しすぎないようにするっていったところの基本の技をやっていくと、前跳びから、まあ、駆け足あやとか、二重跳びとか、まあ、それができたら本当三重跳びとかもどん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 上達するかなと思います。縄跳びの時って靴ってどんなもの使われてるんですか？はい、30秒スピードとか3分スピードみたいなやつはもうとにかく軽い靴なんで、もう陸上の練習使ってます。あ、はい、でフリースタイルみたいなちょっと上に飛ぶやつはバレーボールシューズ、はい、なんか一番上下に強い気がしていて、でもすごく縄跳び専用の靴があるわけではないので、うん、結構色々いろいろ、迷いながら、はい、練習だとやっぱりアシックスの今ソーティーマジックとかも使ってますし、とにかく軽い、はい、軽くて、はい、軽いやつで使ってます。はい、デサントの原点 EL とかもちょっと使ってみたらいいかもしれないです。薄底なんですけどカーボンが入ってるという軽いシューズです。はいはいはい、なるほど。もう普通に興味あります、はい、よかったら使ってみてください。はい、もっと詳しく知りたい方は黒野さんがご自身のチャンネルでいろんな技をご紹介してくれてますので、ぜひご覧ください。はい、縄跳び 2.0 で検索してください。この動画をきっかけにやってくれる人が増えたら嬉しいですね。はい、いやぜひ本当に縄1本あればどこでもできるので、はい、実は今自分が使ってる縄跳びもこれ試合用なんですけど1本500円ぐらいなんですよ。そうなんですね。はい、本当にそこの辺に売ってる縄跳びと変わらないので、はい、ぜひぜひお手軽に買えるのでやってみてほしいなと思います。うん、黒野さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんも本日はご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、じゃん